こんにちは。夏の暑い時いかがお過ごしでしょうか。今日はね、7月24日土曜日の午後15時48分になります。この時間に週が明けてからの相場解説、これをね、もう先行してやっておこうかと思います。そして今回のこの土曜日の相場解説と実際の月曜日の朝の相場解説、どのぐらい齟齬があるのか、もしくはないのか、これによってですね、より正確な相場予測、相場解説ができると思いますので、ちょっとね、今までも何度かやりましたけども、試験的に今回も今回の土曜日の予測と月曜日の朝の予測、同じチャートなんですけども、どのようにね違うところがあるのか、はたまた全く一緒なのか、これをちょっとね、検証しながら、まあでも相場解説は真面目にやっていこうかと思います。それでは画面を切り替えてご覧いただきますので、今日はね週足の方からご覧ください。はい、これが週足なんですけども、週足は皆さんと一緒に今ずっとねおさらいしてたのがですね、まずはここのポイントがずっと長い間強かったよってことですよね。ここに当たると跳ね返って上に行く、失礼しました、ここに当たると跳ね返って、まあひげはあったんですけど上に行く、そしてここはずれ込んじゃったんですけども結局上に行くということで、いくつかのポイントがこの横線1本で考えられるということですね。104円の295のラインですかね。そしてもう一つのポイントなんですけども、エリオット波動がここに完成してるってことなんですよ。第1波第2波でしょ、第3波が一番長くて、第4波があって、第5波で推進波ができていて、調整波が1、2、3で完成、あとは上の方に向かっていってここの力点を超えましたねってことで、エリオット波動は完成しました。そして本来ならエリオット波動は次のエリオット波動を呼んでですね、さらに上昇圧力を高めていくっていうのがセオリーです。ただセオリーとは言いながら、いつもそうなるわけではないっていうところですよね。さあどうでしょうか。今回一番最後の陽線は下に大きなヒゲを持っています。形成中なんでまだ上ヒゲとかね、上の実線がどうなるか分かりませんし、この赤の実線が短くなる恐れもありますから、未確定ということでこの最後の陽線を見ていかなくちゃいけませんけども、まあでもね、ここまで長いヒゲが出ていて実体の長さとの対比を見ると上昇傾向にあるんではないかなっていうことも考えられるんですよ。ただ直前の上下に、大きなヒゲを出している陰線がそれを打ち消してますんで、どっちとも言えるっていう結論になりますね。じゃあそれを前提に1日足を見ていきます。1日足なんですが、このようなチャンネルラインが引けていたと思いますが、それを打ち破って下の方に行き帰ってきて今ここにいます。でも肝心なのはですね、この W が右辺が強いが完成するならこういうふうに行くんですが、今のところ肝心なのは110円の030と109円の685っていうのを2つ引きましたね、695か。その線がここにあるわけなんですけども、最終的に前回はこの109円の695を下に割ったらセルの方に向かっていく、もうねバイデンさんのバイは終わってセルの時代に行く。でももしかして110円の030終わって上に行くようだったら、バイが続行する可能性もあるよってことを申し上げたんですよね。まあ、この2つが1日足には出ていますんで、このね、倍の方向に向かうことが継続するのかなとも取られられる、26日からの週ということですね。じゃあ次の4時間足を見ていきます。4時間足なかなか面白いですよ。何が面白いか分かります？これ見てくださいね。安値圏ですよね、今ね。安値圏に入ってきて、そこでこのような形を取ってますよ。山が1個あって2個目の山があって、そう、綺麗な逆三尊です。もしかしたらこの辺りを週明けにブレイクして大きくこの辺りまで伸びるかもしれませんよね。111円600とか730の方向にです。ということはこっから倍を考えてもいいかなっていうところです。一つの基準がここをどうするかってことなんですよね、倍に行く方向十分ありえますよ。で最後の1時間足ですけども、もうお分かりの通り右肩上がりのトレンドを作ってますよね。上がっちゃ横ばい、上がっちゃ横ばい、上がっちゃ横ばいなんでしょうかね。こういうふうに階段を描くように右肩上がりになっているように見えませんか。というふうに土曜日の時点では1週間を振り返って26日からの週を占ってみました。実際26日の朝、
まだ相場が動いてない時間にもう一回やると思いますけども、その時と今とどう違うのか、これを見据えることによってより正確な26日からの週の今月最終週の相場解説、相場予測ができるということで、大きな利益に直結するんじゃないかなと思っております。それでは本日は以上です。お楽しみに月曜を迎えていきましょう。では失礼します。